初めてだった。初めてだった。本当だ、うん。こんにちは。こんにちは。始まりました。大チャンネルのジョンです。大チャンネルラジオ。イェイ。も久しぶり。久しぶりです。ちょっといろいろあったんですけど、どうした一週間いろいろあったと思うんですけど、今回はですね、はい、まあその出来事を話す前に、もう早速企画からいきましょう。早いね、今日は。今日早いですよ。今日はですね、もうちょっといろいろな方面の方々から、さまざまなアドバイスをいただいて、このままじゃお前たちはいけないっていうことをいただいて、そんなもんうるせえんだ、無視しとけ。俺らまずやるんだって。まず一番指摘を受けたのが、うん、ラジオをやるにはいいって言って、話をするのにはいい、うん、近況とか話すのには、うん、だけど話しすぎという、時間が長すぎるということをよく言われました。何とんのその件。お前ラジオ聞いたことある？ラジオってもう雑談やん。まあ、やばいやばい。まあ確かにオールナイトニッポンだね。すごい長い。ラジオ真面目に決めて話したんですよ。まあ確かに。だけど知り合いの方々曰く、やはり長すぎるという意見で、やはりトピックを一つ選んで、それに沿って今回は賛成話していこうっていうことです、ね、一つのトピックでずっと行くんで、うん、まあ、分かりやすいね、視聴者というか、そう、そっちの方の方にはね。そうそうそう、いつもありがとうございます。急にしなきりやがって。行きましょう。パンドン、リクとの旅話。一番面白くないやつ来た。いやいや、こういうことを知りたいんだ。リクとの旅話、今日楽しい。今日のいや、明日楽しいよこれ。じゃあいいけど。いいんだよ。いいんじゃん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 。リクとの旅話。というのもですね、先週で、今週、うん、行ってきたんですよ。ね、はい。ちょっとそのための全貌をぜひ聞かせていただきたいということで。よろしくお願いします。今週ね、今週。実は、うん、まあ、バリ島に行く予定だったんですよね。バリ島、インドネシア。うん、ね、うん。初めてだったから楽しみにしてて、うん、ワクワクしてた。ワクワクしてた。うんうん、まあ、そこに立ちはだかったのが、はい、コロナや。また出てきた。結局出てくる。こいつ本当に許せんけど、うん、もうね、最初、うん、まあ、話戻して1月か12月ぐらい、あ、そんな前なのに予約したんや、うん、ああそう、飛行機ね、うん、これ中国経由だったの、うん、中国経由、空港が、うん、でコロナでアウトになっちゃって、うん、1月の終わりぐらいか、うん、にキャンセルがもう飛ばないからキャンセルになっちゃったのね。ああ、結構おっしゃって。そうそう。で、まあ、僕ら、まあ、6人かっていうことしてて、うん、ね、まあ、懲りずにね、もう一回予約しちゃったわけですわ。うん、飛行機。そうだったんだ。そうそうそう。おー。シンガポール経由。あ、シンガポールだ、そっちのね。まあ、行けるだろうと、うん。シンガポールでバリ島出てないから、うん、これは叶うと思って予約しました。うん、はい、そしたら、はい、バリ島でも、うん、あ、インドネシアから、インドネシア、コロナ出ちゃいましたね、日本人から。まあでどうなるかなみたいになってて、あ、でそれが今週月曜日、月曜日の2日前か、2日前だ、先週か、うん、旅行2日前の2日前に、うん、そのメール来て、うん、で欠航ってなって、うん、延期日みたいな、2日後ぐらいには飛びますけどみたいな、どうしますかみたいな。あ、そうだったんだ、うん、そうで、まあ、選択の余地あったわけ、うん、それでも行ってもいいし、うん、キャンセル料も出ますと、うんうん、飛行機はね、あ、飛行機、そう、でもホテルとかはもうマイナス、あ、そうなんだ、そう、さすがにそことは繋がってないんだもん、そうだ、で結局、うん、まあ行く気のやつもいたし、うん、ちょっとどうしようみたいな感じもあったけど、うん、まあもう僕はもう行かない方がいいと、もう2度もこれ阻まれて、うん、ね、3度あるなと、3度目ある、うん、まあ巷では言うけど、巷ではなんか3度目の正直みたいな。はいはい。でも実際ね、ちょっと笑えんぐらいの脅威になってきてるから、うん、まあそうだね、世界的に広がってくから、そうそうそう、うん、で一人でもその検査引っかかったら隔離とかじゃん、うん、一緒におるみんな自宅待機みたいな。そう、うん、とか何だか空港から出れん場合もあるじゃん、ね、インドネシアとかだったら。そうだね、それもやめたんだ、うん、そうそうそう、結局リスク考えるってやめようとなって、うん、やめましたと、うんうん、この1週間も秋に空いたわ。秋に空いただからバイトも開けて。そうよ、もう全部開けて、1週間全部開けて、うん、結局まあ旅行したいってなって国内で行こうかみたいな、うん、で最初のは沖縄だった。
あ、そうなの？うん、そう、すげえな、うん、もう決まってたんだ、あの大会やなんだろうな、5対1だったのね、まあ5人沖縄でもいいかみたいななってて、で、俺が最後に行って、沖縄はどうと言われて、まあ議論議論、議論に議論また飛行機乗るかとこんなに阻まれて、いや飛行機はいいと思うんだけど、でも、うん、やっぱまた引っかかると、うん、体調崩さん保証はないや、うん、それで熱とか出してみ持ってっていう話になって、うん、国内ですら、あのクルーズ船が出れなくなったようにさ、うん、何があるか分からんので、うん、ちょっとなしにしようと、うん、俺はそれだったら行かないってなって、行かないそれだったらじゃあやめましょうって、うん、なって結局車で、うん、あれだよ、どこ行ったっけ一番重要ですよ、あの富士山見える、山梨河口湖に行ったんだ、そうすげえじゃん、うん、もちろんさ、なんキャンプ、あ、そのコテージだっけ、コテージでキャンプもできるところにして、うん、あ、そうなんだ、で、風呂から富士山がもう見える風呂、あ、そうなんだ、富士山絶景だよそう、で、1日目バーベキューしようと思ったけどね、うん、ダメでしたね、どこまで、そうだった、うん、大雨だったね、うん、確かにインドネシアも雨季だったんだけど、まあ、こっちで変えても雨季かと、スコールバック振っとるわと思って全ての意味で恵まれてないね、今回そうそうそう、そういうことなんですよ、望まれないね、まあなんだかんだ行きましたよね、あ、行きましたね、うん、まあ、で、コテージついて、うん、え、こういう話で大丈夫、え、なんで旅話って、いや、なんかあるの、いやいや、ないけど、ないもっと今まで行った旅の話とかした方がいいの、今回いや、なんかその昨今のおとといの話とかないの、あ、そう、コテージの、うん、コテージは、うん、どんなコテージなの、ちょっとまだ想像しづらいんだけど、あ、なんかでもね、この辺にある一軒みたいな感じ、この辺ちょっと豪華なちょっと豪華な一軒や、一軒みたいな感じ、ロッジ、あ、そんな感じ、もうなんかいろいろさ、その施設じゃなくてさ、設備、うん、あ、はもう全部ついてる、もう家みたいな感じ、もうなんていうの、キッチンがあるんだ、キッチンあるし、うん、なんか持ってったの、こっちは、こっちから持ってったものはないね、ないの、うん、じゃあバーベキューセットもちゃんとあった、あった、あ、そうなの、全部あって、で、結局いくら、これ驚くわ、はい、1人、うん、5000、安いいんじゃない、5000円でしょ、うん、何でもあって全部ついてて、の風呂もあんの、風呂もついてる、風呂もあんの、ジャグジー付き、ジャグジー、ジャグジー、うん、すごいね、で、富士山見て、見て、へえ、やっぱり、なんだ、でも3月、あ、でもコロナとかあるから安くなったのかな、多分まあその関係もあるかな、キャンセルとかで取れて、うん、うん、そうだったんだ、うん、まあ、良かったじゃん、めちゃくちゃ良かった、良かった、うん、その値段でね、そうで、な、結局さ、そのバリのさ、ホテルのやつはもうマイナスなんだ、バリのホテルと、うん、あと、Wi-Fi Wi-Fi 借りちゃってても、うん、仕方ないけど、知ってましたね、はい、まあだからマイナス3ぐらいかな、マイナス 3万、でかいでかい3万円か、行ってないのにな、行ってないね、あ、思い出もなしに3万円も取られて、うん、取られたね、ちょっとさ、そのバリのさ、うん、ちょっと想像してよ、もし行ったのなら一体どういう旅行になったんでしょうか、バリ、うん、どういう旅行、うん、これで想像できた、ちゃできちゃったらさ、もうできちゃってるよ、あ、できちゃってるの、もう全然、もうなんか、その、もう完全にさ、もう僕らが行くとこみたいな、で、ここを見るみたいな、ちゃんとさ、プランとか全部はなかったけど、うん、あったね、まずホテルで、うん、もうほぼ一日遊べちゃうぐらいのなんかビラみたいな、もうバカでかい一軒家、うん、はい、で、プールついてて、うん、スパついててみたいな、スパあるんだ、そのレベルなんよ、へぇ、もう2泊取ってたから、うん、もう実際そこで遊ぶだけでも多分楽しかったね、うん、すげえな、そう、あとは、うん、離島みたいなとこもあって、あ、レンボン岩島ってとこかな、レンボン岩島、まあいっぱいあるんだけど、うん、それの一つの中でそれがあって、うん、そこはすごい綺麗らしい、あ、そう、普通のバリ島の海はあんま綺麗じゃない、うん、そうだから、あれバリってそんなさ、バリの中にバリがあって、うん、その周りにもいっぱい島がある、そんな感じらしいよ、あ、そうなんだらしいね、らしいらしい、言ってないからね、あの情報いっぱい入れてそんな感じなんだってイメージ、うん、もうそういうことだよね、そうで、シュノーケリングとかやるつもりだったよね、あの海を見る予定だったんだ、うん、バリか、いいね、バリか、
バリ、あと、あとビーチで夕日見ながら、うんうん、おしゃれなカフェみたいなのもあるらしくて、うん、話によると話の見た、そこはちゃんと目で見たの。あ、目で見たの、うん、いや、マジ行きたかったな、うん、じゃあもう次だね、これ行かないともう一回。そう、次、そう、次もう次絶対行かないとさ、絶対行かないと、悔しいもんね。いや、当たり前よ、うん、もう久しぶりの海外だったの。久しぶりの海外、うん、前回はアメリカですか。前回そう、アメリカ以来行ってないからね、うん、あれ、いつだろう、2、3年前2000万年じゃん、2002年前、2年前、うん、だからね、もうやっとだったのね、またこういうことになって。まあいくらでも、ここでね、すごいと思うのがね、うん、なんでこのメンタルをね、維持できるのかっていうね。何のメンタル。僕はね、やっぱりそういうでかいのがなくなったらね、ちょっとね、立ち直れない人なんですよ。あー、マジかーみたいな。3万マイナスでいけんし、マイナスだしみたいな。あ、もうまた食探すかみたいな感じだけどさ、じゃあ河口湖行こうみたいな、うんうん、そんなすぐね、あのバウンドできないんですよ。あ、それは弱いわ。え、それは弱い弱い、それは。いやいやいや、普通の人間大体落ち込むよ。落ち込む。君たち結局何人いたの。5、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 
ああそっちだったらいいよって言って、うん、ああで6人、うん、6人全員がさ、じゃあ河口湖でいっかってなるわけでしょ。なるの？なったの？いやまあね、実際ずっと引きずってたね。もう旅行中も、あ今頃バリかな、うわそんなこと言われたらもう俺はちょっとムカつくんよそれ。バリを超えるぐらいの楽しいことを考えてやりゃいいやんっていう話やん。まあ確かにね、うん、だからちょっと、うん、そういうのを考えるんだって、マインドセットがあって、そうちょっとバリに行けなかった、うん、その6人のだからリクと除く5人の皆さん、もしかしたらこれを見てるかもしれません、うん、彼らに言いたいことは、彼らねまあね、前向けって感じだよ、ほんと実際あ、はい、楽しんだったよ。いや楽しんだ、ちゃんとけどぼやきはあったよ、ぼやき、うん、実際俺もぼやいた方がこれおもろかったかもしれないね。ああクソコロナみたいなコロナは基本的にコロナだもんね、全部全部、うん、もう経済に至っては、うん、ほとんど飛行機も飛ばない、旅行もダメみたいな。そうそう、まあ俺もでもこれ金返ってこんかったら飛行機、うんうん、めっちゃ泣いとるわ10万マイナスだもん。えっ、ああ7返ってくるで、うん、これがなかったら俺はもうちょっと立ち直れ、うん、実際にああもう河口湖で納得できませんね、うん、うん、1泊2日、うん、なんか4泊する予定だったんだけど、4泊6日かな、うん、明日の朝ってか、うん、土曜日の朝に帰ってくる予定だった。あじゃあ本当に今頃、うん、くそ今ホテルビラでビラでホテルビラ違うか、ホテルビラじゃない、それラブホームみたいなありそうです、ある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 ね、ビラビラで、ね、もう今頃多分、あ今夕方でしょ、もうちょうどね、はい、観光帰ってきて、帰ってきてよ、でも多分プール入っとって帰ってきた、クソが悲しいな、うん、しゃあないな、こういうのが旅なんですよ、うん、だからね、原さんもぜひ行ってもらいたい、旅行、うん、僕は散々タイとか行ってたから分かってるの、だから原さん海外出たことない、うん、ない、いやでもさ、はい、大将俺でなんか春休み、うん、タイ行こうみたいな話しとったよ、うん、今年の、うん、そうだよ、今年卒業旅行1週間かなんか、うん、国際旅行行こうみたいな、うんうんうん、行こうかなんかなくなったけど、なんで、うん、お金がありませんでしたしかも嬉しいことに足もやってくれたんで、結局理由になるね、結局ね、うん、まあ、お前足無理なら無理か、ああそういうことだみたいな、うん、あれお前2月かそれ1月か2月、あ2月かね、うん、結局ねこんなことになったから、うん、いけなくて、なんか僕らも散々なんですよ、お金ない足やっちゃった病気、うん、はい、そうだね、もう最悪が生きるってことだよね、生きるってことです、うん、生きてるね、生きてます、うん、死ぬよりはマシなんで、そう、本当にね、もう今回もありがとうございましたありがとうございましたいやー、なんかもっと旅行の話したい、もう全然しようよ、する、まあ別に旅行じゃなくてもいいけど、いややっぱどうせなら今回旅行の回、じゃあ旅行テーマで、旅行テーマでね、なんかちょっと今まで行った中で、うん、なんかでっかいアクシデントとかありますか、カヤクシデント、まあ、これ起きて、あああるあるそれだけわかんみたいな、うん、あそんなにはないわそんなにね、ささいな、アメリカ行った時はあったね、あれが、うん、うん、その2年前、もうね、バスが難しい、どういうこと、
交通機関が難しい、うん、ああまあそこれはやっぱり海外あるあるですか。海外すごい、海外旅行あるあるだよねこれ。あの大地もそんなだったもんね。すごく楽しい話、楽しい話じゃねえよ楽しい話じゃねえよあのねもうこれものれんかったっていう話だね。ああそうそう、結局ね、そうだよ、逃しちゃって、結局逃しちゃってっつって、だから、で 乗れたのその時は。結局逃したことある、乗れたんだけど、うん、なんか止まった止まった、もうこれ以上ちょっと行けみたいだし、うん、ええみたいな。何、雪が何かの影響で、なんだろうね、よく分からん本当なので結局分からず、はい、電車乗ってて、はい、本当だったら行く電車だったんだけど、うん、なんかいきなりアナウンス入って、うん、アテンションプレイズの声かかり、そうそうそう、でもまあそれ何言っとるか分からんもんさ何言っとるか分からんもんな、人身とかもしんないですね。いや、人身の可能性もあります、ね、そんでいきなりなんか流れて、うん、そしたら騒然とするというか、うん、みんなざわざわしだしてパンデミックみたいな、何これみたいな、うん、殺人鬼でも残ったかみたいなぐらいの、はい、になって、うん、でなんかみんな降り出したの、止まっても。そうなの。で、うん、でなんか斜めに降る、うん、黒人の、 あの子供を連れた方、うん、お母さんいて、うん、なんか何してるのみたいな、うん、なんかもうこれもう行かんから降りなみたいに言われて、リックとか言われた、はい、うん、もう友達と行ったんだけど2人で、うん、あ、そうなんですかみたいなそうなんだいきなりもう止められてよ、黒人のお母さんに。いや、そう、あの人いなかったら多分もう死んどったなんで残っとるだけで死んどった、残っとったら多分あの殺人鬼来とったで。マジっすか、うん、殺人鬼なの確定してんの？確定じゃない確定じゃないけど、想像上殺人鬼がシリアルキラーがいるっていう。シリアルキラーいて、で降りて、降りてこっからどうすんのみたいな、うん、そのどこに帰ってたのかなあれ。あ、そうだ、町に調子乗って出てたんだ。あ、出てて、ホームステイ先の家でいたんだけど、ちょっと友達と待ち合わせして行くわみたいな、うんうん、外出て、そうそうそう、で帰りなんだよね、それが。あ、帰りなんだ。え、どうやって帰ったので、そっから、うん、焦って、うん、バス探すわけよ。バス、ね、なんかバスで、うん、でも家の、うん、ホームステイ先の、うん、そのバス停すら分からんわけ。うん、駅も、まあ、そうだよな。駅も近くないよ。もうあの車で移動してたから。あ、そうだった、ね。駅までも。ああ、まあそれでかいわ。まあ土地が。そうそうそう。もうかんない。あの俺らの地元とかのレベルじゃないもんね。まあ、レベルじゃない。すぐそこ行って学校みたいなね。そうそうそう。分かんねえから。だからもうステーションも分からんから。うん。もうどうしようみたいな、うん、焦った、焦ったよ、めっちゃ焦ったよあ、もうこれはぐれて終わりだみたいな。あ、でもかろうじて英語が全然できるフレンドだったから。あ、パートナー、パートナーが、その人が、うん、俺この人いなかったら多分もうここにいないわ、うん、マジでいない助けられてます。そうで、その人と二人で、ま、めっちゃ頑張って、うん、一旦その俺のホームステイの、うん、親父さんに電話し、うん、あのメールしようってなって、うん、でそのメッセージでやり取りして、うん、迎えに来くれみたいな、そうそうそう、うん、このここの名前のとこ行ったら、うん、その道は俺みたいな、あ、もう迎えに来てもらうってことになった、そこに俺みたいな、うん、なって、うん、なんか遠かったんだよそこは、うん、あの降りたとこは、うん、だから移動してバスで行ってくれみたいな、うん、なって乗るんだけど、そこもさ、うん、こう降りたやつらみんな乗るからさ、その近くは。ああ、はいはい、みんなね、それ殺人鬼聞いてるから。そうそうそう、うん、もう詰め込んで乗ってみたいなそういう状態なの。そう、で結局まあやり取りできて、うん、なんか助け合ったね、でも英語できて、うん、けどあの携帯が電波なかったというか繋がらんかった。あ、そうだったんだ。なんか電池なかったのかな。あ、で俺があったから、うん、俺が連絡、あ、やったんだ、そうそうやったそうなんだ、そうそうそう、やってくれて、あれがでも、まあ、一番怖かったな。まあね、知らんとこでね、もうその気持ちよくわかるわけですから、うん、僕も似たような経験したんで、本当にあれもう、うん、ね、うん、正面ちびりそうならん、しならなる、あ、これやばいやみたいな。その時寒かった。いや寒いよ、もう12月、もう12月、しかもアメリカ、アメリカ、みぞれみたいな人って、これやばい、本当に。それ海外行った人じゃないとわかんないよね、これ。北海道で迷うのとちょっと違うからね。違う、まあ一人だとよりね、俺多分泣いとるもん、一人だからもう僕もね、泣きそうだったもん、本当に大変だよね、旅行さ。いや、でもなんだかんだ今笑えるからいいよね。今はね、帰ってこれたから笑えるけど、あん時は地獄が、本当にもう、もう終わったみたいな、はい、終わりって言って、ね、あ、もう俺、ダディ会った時、ハグしたもんわ、ありがとうって、本当にパパってそうそう、本当にありがとうってしかも、ちょっと怖かったよ、そのお父さん。あ、そうなんだ、見た目ね、ホームで
坊主で、うん、で背俺よりでかくて、あ、そうなの、でごついみたいな、うわごつい、ブルース・ウィルス的な、そうそうそうで結構口数少ないから寡黙、あ、マジで怖いなみたいな、うわママとずっと喋ってたけど、うん、その一件あってもうめっちゃこの人優しい、うん、うわあのハグ やるときやるねって、そうそう、うん、いいな、めっちゃいい体験だよな、うん、本当にそういう体験した方がいいぞ君も、うんうん、ないですないです、え、でもなんかお前、そうか、お前旅行とかあんまないか、そう、あんまない、別に行きたがらんもんね、うん、そうだねそうですね、いや、じゃあ海外だったらどこ行きたい、まだね、マダガスカルと、なんでですか、それはもう小学校からの夢、どうでしょ、どうして、どうして、いや、何、イグアノリアでっかい、ペットショップ行けよ、あ、それ、それマダガスカル、そ、野生のやつみたいな、ほら野生のやつ、日本では見れんような、あ、もうさっと降りるような、自然をね、あ、え、だからマダガスカルと教授とかになったらいいよな本当に生態の、そうだよね、クレジージャーに出た、そうそう、出とる人おるじゃんもうないけど、いやだってお前それが仕事になるんだよ、見つけるのが、まあそうだね、新種発見っつって、自分の目とかつけたいもんね、その新種の生物に、うん、あー、荒川、荒川じゃない、荒川ザウス、荒川ザウス、つけたいね、つけたいね、ほら、行きな、うん、行きなってマダガスカルいくらで行けるの、行き、マダガスカルとよ、いや、結構高いんだよね、あんなもんさ、何、例えば成田からさ、直行でマダガスカルと行くとこあんまないよ、大体どっかアフリカ行くでしょ、ケープタウンかどっか行って、まあそうか、うん、マダガスカルと直接行けるのかな、マダガスカルってでけえだな、あれ、あ、そうなの、分からん、でかいでしょ結構あれ、まあ、あんまでかいと思うよ、マダガスカル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 、あ、デルタ航空出てるよ、デルタ航空、デルタ航空アメリカだっけ、うん、うん、これ乗ったわ、まあ、これ御用達だよね、アメリカ行く人は、うわ、そんなかな、どんぐらいなんだろう、どんぐらいって、まあ、500万ぐらいかかっちゃうでしょ、 500? 100、 100、 あ、100万、うん、絶対かからない、いや、かかる、10万ちょい、いや、10万でいけんだよ、遠いもん、まずあるよ、あるよ、うん、これいけそうやったらもういけよ、お前決まった、こっちは任せろ、決まった、手配してあげるから、14万3000から、どっから行って、どっから出て、日本って書いてある、でも日本だな、成田とかじゃない、まあ、な、東京からだね、うん、行けるやん、うん、行こうかな絶対行かんやん、とか21万だね、21万、あ、意外に安いね、思ったより、あ、14万、やっぱ14万で行けるよ、14万、うん、どっからこれ、成田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 、うん、会社見るからえ、しかもこれ往復で、いや、くそー、そんな安いの、俺フランス行った時7万ぐらい、7万、安っ、もう LCC だ、あ、もう何航空でパリ行こうとしたの、いや、知らん、なんで、あ、シンガポール航空でしょ、あ、そう、シンガポールね、そうそう、シンガポール航空は、まあ、ちょっとね、名だたるとこだから、え、これ、往復じゃない、成田からこれで、これから成田じゃない、これ成田、違う、本当だ、往復だな、往復14万、それは安いの高いの、安くね、片道7ってことでしょ、そうだ、5、な、8ぐらい、うん、しかも ANA 乗れるぞ、アナデだよ、うん、で、ケニア航空、いいやん、一番行きたそうじゃん、多分プロペラとかだぞ、え、いいじゃん、うん、これ行ってほしいね、うん、いや、もう1泊5000円からホテルある、安いです、ね、20万円いけるぞ、うん、1ヶ月働いたらいけるね、うん、飛ぶぞ、飛ぶか、マダガスカルと移住してみた、いや、でもあんま海外行きたいとかそういうよくないんだよな、やめろ、この話終わるぞこの話題終わるぞお前がマダガスカルって言うから、うん、でもマダガスカルポンって行けない、あ、28時間うん、28時間ダメだろ、2日で帰るとなったもん、いや、でも帰ろうときにも帰れんよ、もう帰れんよ、出ちゃったら、違う、土地で降りたらエジプトみたいな、そうよすげえ、20何時間3人で行きたいな、旅行、
行きたいね、うん、行くとしたら何だろうね、まずここぐらいですか。まあ温泉旅館、温泉旅館3人で熊本、またおまたじゃねえよ、お前行ってねえじゃねえかよ。いや、いいとこ。え、熊本いいとこ、いいとこ。あの動画見たら面白くなさそうだったもん。なんでだ、お前ちゃんと見てねえ。お前はちゃんと見てねえ。熊本つまらそうだったもんな。めちゃくちゃやん、俺もうあそこに何年行っとると思っとんのに。温泉あるの？え、温泉旅館、温泉あるって。あ、じゃあいい、当たり前じゃん、あるよ。おじいちゃんの出身熊本だから行ってみたいかもしれない。あ、そう、うん、いいじゃん、行った方がいいよ、そこ。じゃあ熊本、これ今年熊本旅行第2回あるの、あるんですかね、これ。あらさん、ありますね。で、沖縄行きたいな。でも沖縄行ったじゃん、お前。え、行ったことあるけどさ、あ、行ったことある。修学旅行とか行ったこと、行ったことある。あるあるよ。俺だけないやん。やっぱこれ、まあ、海は綺麗だ、確かに。海綺麗だけど、やっぱバリと比べたらちょっとね。うん、やめろ、言うな。だからさ、じゃあやめとこうか。もうバリ言うな。だからさ、熊本も完全海とか関係ないから、また違った日本を感じることがある。3人とも行ったことないとこ行きたい。北海道、うん、行ったことある。じゃあなし。で、何、富山、富山、富山、これ富山用意、用意とか用意とか。石川、石川、ない、石川はないない、ない、ないと思う。じゃ石川でいいじゃん。石川県、何しに行くの。温泉ないか。え、有名じゃない、石川の方だったら。いや、わからん、俺石川県もね、何、金沢カレーしか知らないよ、俺。何それ。金沢兼六園とかやろ。兼六園、21世紀美術館、美術館とかね。それ以外なかったわ。ない、兼六園の、あとカニですか。ああ、カニもある。新潟は、いや、ない、ないと思うんだ。新潟は何があるんだろう、あそこ。米じゃない、米みたいな、もう米食べたいな。米食える。もうすぐ帰るって今。俺飯とか目当てで行きたくない、俺。何目当てだよ。やっぱ観光したいもん、俺。まあそこ行って山見るみたいな。あ、山登る、すなわち長野。あ、俺あそこない、屋久島。え、屋久島、鹿児島県、屋久島。あ、鹿児島か、あそこ。おー、行ってみたい。屋久島の、なんていうの、縄文杉だっけ。縄文杉、見たい、あれ見たい、めちゃくちゃ。昨日そういや、うん、見たよ。何を。話変わっちゃうけど、屋久島行こう。じゃあ、で、なんで、じゃあチャンネルが変わって今ガチャガチャ。昨日、昨日、2日目か、旅行の僕の。あ、はいはいはい、そのあれね、晴れたんよ、もう雲一つない快晴で、はい、朝、富士山すごかった。もう完全に雲なし、なし、なし。もう雪がこうなっとる、こうなっとる、プリンみたいな、そうなっとる、なっとる。かわいい、プリン。で、それバックに写真撮って、はい、で、向かった先が、はい、まあ、パワー欲しかったの、自然のね。パワー、そう、もう薬杉で思い出したんだけど、縄文杉か。はい、だから滝見に行った。滝、うん、何滝。シライトの滝。あれすごかったね、見たけど。すごい見た。160度、180度、うん、もうね、全部滝流れてんの。そう、うわー、ちょっとしたナイル川みたいな。あ、本当にそうです。おー、はい、ナイル川じゃないですね、ナイアガラですね。ナイアガラ。いやー、すげえな。滝いいよね。いや、良い。あ、僕らもあの鍋ヶ滝っていうとこ行きました。何それ。熊本に。あ、あれもそうだったな。あ、そうよ、あの滝のね、すごいんだって。裏側に行けるんですよ。そう、洞窟があんの。あー、そういうのいいな。洞窟が通れるみたいな。そう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 、だからもうこう、超全部回れるの。ほー、滝を全方向から楽しむ。それいくら払うの。え、ただただで、まあ、あれ違う違う違う、受付券で500円ぐらい払う。500円でそんな回らしてくれんの。うん。まあまあまあね、すごいな。だってあれなんかマツコのなんかの番組で、そうそうそう、トップ3入っとった。なんか日本の滝、うん、トップ3。そう、マツコ・デラックスが好きな滝みたいな。ほう、鍋ヶ滝3位か2位か分かんない。いいな。そうだよ、あれマツコ・デラックスが好きなの。あれもすごかったな、でも、うん、いや滝いいね。いいんだよ。見るのは自然の方がいいね、やっぱ。自然がいい。まあね。なんかね、神秘的。見るじゃん。これが自然の産物かと。うん、ああ。落ちてきたよ。そう。マイナス4って。はい。うん。のが綺麗だったな。いや、まあね、ここら辺滝とかないから。ない。愛知県ね、滝。開けてもらっちゃ困るわ、愛知。なんで、愛知県ね。あるよ、なんかちっちゃい滝。え、なんだっけ、あの岐阜かあれ。養老。養老。ヨーロギフです、ね、でもあれも結構すごいけどね、あれ近くに見たら。あれでかいよ。結構すごいと思うよね、うん、あんま覚えてないんだけどな、言って。じゃあ今度行く、ヨーロ滝行くか。まあ楽に行くでしょ。え、自転車だよ。え、
自転車ですよ。じゃあ行かない。なんでだよお前ら。絶対行かない。お前らあれ超えて行ったやないか俺ら。あれ超えて行ったやないか。養老はきついよ。その後湖見たやん。いやきついよね。きついはもうやだ。は？チャリはいいわ。なんで？原付ならいいよ。原付ならいいんだって。無理っす。なんで？原付ならいいよ。え？原付早い。1時間ですか。原付なんですか。夜の日。うん、あれいいっていう高千穂峡って知ってる。もうめっちゃ遠いかや。あれもあの宮崎でしょ。そうそう、宮崎行ったよ俺。え、行ったことあるの。あるある。いいな。え、なんかあのあれも船で、あの船、あれ船じゃない、小舟。え、なんか橋があってこうで、でっかい洞窟があるの。あれ、え、なんか両サイドさ、うん、高千穂でしょ、うん、あのアマテラス大神があの隠れたところだ。あ、そうなの。うん、そうだよ。え、こういうのだよ。ん、なんだこれ。これ高千穂峡。これこれ何これ。ほんとや、高千穂って書いてある。で、ここを船で渡れるの。これ、うん、いやこんなんじゃねえぞ。お、すげえ。めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗。いや、こんなんじゃねえだろ。見えとる。見える見える見える。いや、俺君じゃ全然違うとこ行ってん。いや、全然違うとこじゃないで。ほら、これこれこれ。うん、いやー、何長い。何分今。30分。全然いいやん。だから状況ね、絶景マジか。これ行きたい。これこれ、もうちょい近くで。お前ズームしろよ。お前の仕事だ。あ、ピントね。ピントピントね、うん、次は南九州を巡りましょう。行きましょう。これ行きたいもん。あの宮崎、最初熊本空港着きますじゃん。うん、もしくは熊本で一旦阿蘇山行って、うん、あの確かめて火山を、うん、でその後宮崎行けなかったな。行けなかったもんな、あの時噴火レベルがすごかったんだよね。だからその後宮崎行ってそれ見て、で最後薬水という旅でいいんじゃないですか。いいよ。俺決着ついたじゃんもう、うん、で芋煮探し最後。いいな。それ岐阜でできるって。岐阜。あ、そう、あれね。あれね、あの実家に帰って。いや、まあ旅行の話はつきませんね。ね、なんか皆さん の、 あのおすすめのスポットとか教えてほしいね。ああ、そうですね。で、実際に僕たちが行って確かめるみたいな。ああ、本当にコメントに書いてほしいですか。できればね、もう名所とかじゃなくてもね、穴場みたいな、うん、おいしいグルメもあればグルメもあればね、うん、見たいですね、はい、ぜひリポートしたいです。はい、どしどし応募待ってます。応募じゃないですね。来てください。コメント待ってます。コメント待ってます。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の大チャンネルはまともに旅行の話だけで、はい、終わりました。はい、これが皆さんが求めた似たものです。はい、はい、ありがとうございました。大地でした。リクトでした。ありがとうございました。